映画俳優組合は、アメリカ合衆国に、かつて存在した映画、テレビ俳優が加盟する労働組合。日本語では、全米映画俳優組合、スクリーン・アクターズ・ギルドなどと記されることもある。組合員数は、約12万人。作の考量によると、包括的な労働契約を運用することにより、適正な報酬、福利厚生、労働環境を確保すること。 組合委員の出演する作品の利用にあたって報酬を確保すること、これらの作品の未承認仕様から保護すること、組合委員の労働機会の確保と拡大を図ることが設立趣旨とされている。サグは1933年にハリウッド俳優が大手の映画制作会社から不利な労働時間や休暇条件、制作会社側の一方的な自動更新を含む、 作詞的な多年契約を強要されつつあることを受けて、俳優側の条件改善を期するため設立された。1995年から、全米映画俳優組合賞という映画とテレビの賞を設けている。2012年に米国テレビラジオ芸能人組合と合併し、サグアフトラとなった。2代目代表のエディカンター前代表のアランド・ゼンバーグ。ありがとうございます。